あ、みんな、いらっしゃーい。ひょっとして、記念日のお祝いに来てくれたの？やっぱり。じゃあ、みんなのことも誘っちゃおうかな。レン、本当に世界に行くのかい？ミクたちがパーティーの準備を始めてる頃だと思うんだけど。だって、世界の俺たちが、どんな風にお祝いしてもらってるか、気になるじゃん。仕方ないな。じゃあ、少しだけだよ。うん。それじゃ、レッツゴー。じゃ、そろそろ始めるか。あ。レン、リン、準備はできているか？俺もいつでもいいよ。私も準備 OK。 みんなもお祝いの準備は OK？ いいね。それじゃあ行くよ。レン君、リンちゃん、記念日おめでとう。おめでとう。みんなありがとう。小羽ちゃんたちもありがとう。どういたしまして。じゃあここからはレンがやりたがってた例の相棒対決だな。うん、みんな、これから俺とリン、アンと小羽で歌おうと思うんだ。歌い終わった後にどっちのペアのパフォーマンスが良かったか聞くから、しっかり聞いててね。小羽ちゃん、アンちゃん、私たちの記念日だからって手加減する必要ないからね。もちろん全力で挑ませてもらうね。俺たちの歌を聴いてくれてありがとう。私たちのパフォーマンスが良かったよって思った人、拍手してね。わあ、すごい拍手の量。さすがレン君たちだね。けど私たちだって負けてないはずだよ。私たちのパフォーマンスが良かったって思った人、拍手よろしく。これは、どっち？そうだな。どちらも同じくらいに聞こえたが。ま、引き分けかもな。チェー、勝負つかなかったか。でも、歌ってるとき、
いつもよりもドキドキワクワクできたね。うん、私も。今日はレン君とリンちゃんの記念日だし、二人に楽しんでもらえたならそれでいいかな。ったく、パーティーの前に突然勝負したいって言い出した時はどうなるかと思ったけどな。だが、こういうお祝いの仕方もあるのかと、個人的にはとても勉強になった。みんなも、突然の頼みだったが、協力してくれてありがとう。本当にありがとうね。おかげで、楽しい記念日にできたよ。バイバーイ。よかったな、相棒対決。うん、僕も見ていてワクワクしたよ。俺も。俺たちだってコンビで歌えるしさ、一曲歌いたかったな。でもミクたちがパーティーの準備をしてくれてるのに世界に長居するわけにはって。カイト、一曲だけだからさ。仕方ないなぁ。じゃあ、一曲だけ歌おうか。やったー。ねーん、カイト、二人とも、どこにいるの？あ、レン、カイト、パーティーの準備、できてるよ。レンも、ちょっと準備したいことがあるって言ってたけど、もうすぐ来ると思うよ。え？準備、もう終わっちゃったの？しまった。手伝えなかったな。そんなに気にしないで。それより二人とも、もしかして歌うところだった？それなら、私たちも一緒に演奏で盛り上げるっていうのはどうかしら。いいね。すごく楽しそうだ。そうだね。じゃあ、お願いしちゃおうかな。うん、任せて。みんな、今日は俺の記念日だし、かっこいいとこ見せちゃうからね。それじゃあ、ミュージックスタート。決まってたでしょ？レンにもみんなにも楽しんでもらえてよかった。おーい、みんな！
んだね。うん。プレゼントをきれいに包めなくて、何度もやり直してたら遅くなっちゃったけど。もうお祝いしちゃった？いいえ、まだこれからよ。ほんと？よかった。さあ、みんなも一緒にお祝いしましょう。じゃあ、せーのでお祝いするよ。せーの。レン、記念日おめでとう。おめでとう。ありがとう。みんなもお祝いしてくれてありがとう。歌ってる時もそうだったけど、みんなにおめでとうって言ってもらえて、記念日なんだなーって感じがすごく湧いてきたよ。えっへへ。顔も勝手に緩んじゃって、今日は一日、ずーっとこんな感じかも。いいんじゃないかな。きっとみんなも、レンには笑顔でいてほしいって思ってくれてるよ。そうね。せっかくの記念日だもの。レンがニコニコ過ごせたら嬉しいわ。じゃあ今日一日、目いっぱい楽しんじゃおうっと。なら、まずはこの後のパーティーを楽しんでもらわなくちゃ。うん。それじゃあみんな、また世界で会おうね。バイバーイ。